こんにちは、速稼塾の久保です。皆さん、アップルミュージックって使われてます？実はね、速稼塾の塾生の中にアップルミュージックの中に曲を搭載されてる方がいるんですよね。まあ、今回その動画を下の方にお付けしておきますのでご覧いただきたいんですけども、やっぱりね、今の時代、人っていうのはね、どんなところでも巨大プラットフォームにチャンスが載せることができるんですよね。例えば YouTube っていう動画のプラットフォームありますけども、 YouTube の中にはとても人気なね、YouTube で年収1億とか10億とかっていう人もいます。そしてその同じ舞台に私は立っています。チャンスがこれで生まれるんですよ。皆さんいかがですか？ YouTube というプラットフォームに立ってますか？もしくは Apple Music ですよね。先ほどお話ししました Apple Music というところに、そのプラットフォームに立つことによって巨万の富を得たり、有名になったり、自分の自己実現が果たせたり、つまり人生がそこに乗っているんですよ。で、今回そのアップルミュージックに曲を搭載された方、松潤さんという方がいらっしゃるんですけども、その方にもチャンスがこの度大きく広がったんですよね。で、何が言いたいかというと、こういうふうに今の時代ね、アマゾンのブックランキングですとか、そのアップルミュージックですとか、YouTube ですとか、みんながね、億万長者、成功者になるべき、そのプラットフォームに立つことができるんですよ。しかも無料で。皆さんはそのプラットフォームの何を生かすかってことなんですよね。はい、その他ね、ブログなり SNS なりインスタグラムにもチャンスありますけども、昔はそういうのなかったですよね。せいぜい地域の地元の会社に勤めて、まあ部長止まりとかね、そこの社長になることってあんまりなかったと。仮に社長になっても別に自由な人生と自由な時間を手に入れるわけではなくって、多少ね、他の人よりも楽ちんな人生が定年退職まで続くって形でした。今インターネットの時代に入りまして、私みたいにね、40ちょっと過ぎて隠居暮らしというね、もう本当定年退職みたいな暮らしができる方もいますし、それからその他の方ね、20代ですでにもう億万長者になっちゃったよみたいな方もいますしね、本当すごいなと思います。はい、で改めてなんですけども、今回松潤さんのことを紹介しますので、動画概要欄から皆さんご覧いただければと思います。 Apple Music ね、こちらの方も松潤さんの曲が載ってると思うと私もなんか嬉しいですね。それでは本日は以上です。